今回は、クロコダイルの懸賞金が爆上がりした理由に驚愕する読者の反応集を紹介します。皆さんの意見もぜひぜひコメント欄で教えてください。それではどうぞ。キングよりも上。命がけでバギーを救出するやつ。速攻出し抜かれたからね、本当に射程みたいなもんよ。過去の所要から戦闘力以外に危険性も加味されているのでは。クロコダイルは相当強くなってないと新世界でやっていけないやろ。射程頭がミホークで射程がクロコダイル。メガファンクがファラミシアとゾーンを再現できたからロギアってだけで評価が高くなってるっぽい。クロコやハンコックと比べると麦わらの書に行ったジンベイの賞金が異常に低い気がするんだが。いつからチャカが武装色の覇気を使えないと思っていた。エネルみたいに覇気を覇気と気づかないまま使ってるやつもいるのかもね。クロコダイルは爪蹴り部隊には勝てないから逃げた。チャカには勝てるから戦った。爪蹴り部隊との戦いは避けたが、チャカとの戦いは避けなかった男。さすがに今は強くなってると思うけど、アラバスタ時代のクロコダイルって七部会として許されないレベルの身体能力だよな。能力だけにかまけたバカとは違うとか言ってたけど、こいつこそ防御に関しては砂砂だよりだったよな。何十年も砂砂の身に頼ってきたからね。能力で回避することに慣れすぎて水と地で戦いも発撃食らったのは痛い。ギアナシルフィの蹴りとかモリアもいてえな、くらいで済ませてたからな。ドフとか微動だにしないレベルだろうし。クロコダイル以外の七部会ってギアナシルフィがどんな攻撃しても有効だにならんからな。懸賞金決めた回で評価されてたのは知識と統率力だから戦闘力は海軍が恐れるほどではないはず。参謀ポジとしての能力や厄介さ考えれば懸賞金高くなるのも頷けると思う。海上でも移動できる能力者って時点でかなり面倒くさい部類ではある。砂砂ってもっとポテンシャル高いよね。クラッカーがビスケットの粉であそこまで何でも再現できるんだから。砂砂も鍛えれば斧の程度じゃなくて何でもかんでも作れるはず。クロコダイルはまだ使いこなせてないんだと思う。水かぶったらルフィがほぼ一方的に殴ってるし、身体能力はクリークより弱いくらいじゃないか。あくまでアラバスタ時点ではだが。クラッカーも覇気で固めてるだけだから、まずクロコダイルは覇気覚えないと大したものは作れんよ。本来の七部会レベルってたとえ弱点の水を食らったとしても、ルフィがどんだけ攻撃しようが真顔で何かしたかってレベルだよね。明らかにインフレはしてる。アラバスタ時代のワニは明らかに虚弱。